皆さん、こんにちは。昨年度から地域おこし協力隊をしております、藤園豊と申します。私のミッションは、那賀町の獣害を減らすということです。今回は、地域おこしの活動としてどのようなチャレンジをしているか、ご報告したいと思います。私の活動としましては、日本鹿の捕獲、捕獲された鹿の止め刺しと運搬、鹿の食肉解体処理などをしております。まず、日本鹿の捕獲についてですが、有害捕獲で6台の箱罠と囲い罠を使って、今年2月までに43頭の日本鹿を捕獲しています。これが捕獲の様子になります。餌の量とその位置によって鹿の取れ足が変わってきます。ここは鹿との知恵比べになります。夜になりました。鹿がやってきます。警戒はしているのですが、この鹿は十分に罠に慣れさせているため中に入っていきます。この時は2頭の鹿がやってきました。鹿が捕まりました。キューキューと鳴いているのが外側にいる鹿です。残念ながら2頭でなく1頭しか捕まりませんでした。外側に鹿がいますと、その鹿が罠が危ないものと勉強してしまうため、できるだけ群れを丸ごと捕獲したいのですが、なかなかうまくいかないこともあります。それでもできるだけたくさん取れるよう努力しています。次は捕獲した鹿の止め刺しと運搬です。私が捕まえたものだけでなく、他の漁師さんが捕まえた鹿も止め刺しをした後、木沢の解体処理場へ運搬しています。これまで68頭の鹿を保冷車で処理場に運びました。ただ現在、式微谷温泉が休業しているため、処理場も休業中となり、この活動は一時停止している状況です。これは止め刺しをした鹿を運んでいるところです。このような平らなところですと比較的楽なんですが、斜面ですとか沢があるところですとかだと大変な重労働になります。奥に見えます白い保冷車、ジビエカージュニアまで運びます。ジビエカーに運んだ鹿は木沢の食肉加工処理場まで運びます。沢に運びました鹿につきましては、阿波ジビエガイドラインにのっとり、衛生的な方法で鹿の迫皮、内臓摘出、肋骨等を行い、食肉にしております。ただし、今式微谷温泉が休業中のため、こちらの活動も一時停止しています。活動は鹿の捕獲と食肉処理加工だけではありません。獣害対策の普及啓発活動、猿を追い払うモンキードッグの育成の活動もしております。普及啓発活動につきましては、主に農業者を対象に講演会等で獣害対策の方法をレクチャーしています。また、講演会だけではなく、実際に現場に行って被害の様子を見、その発生原因を調査した後、それをどうしたらなくせるか、その対処方法の指導など現場で行っています。これは新型コロナが発生する前に行われた講演会の様子です。通常、農業者に対する講演が多いのですが、これは子どもたちに哺乳類の生態と被害対策について話をしているところです。
また集落から猿を追い払う犬の育成も行っております。座れ。はい、これ。後ろ、癖。はい、上手ね。これがモンキードッグの訓練の様子です。モンキードッグは呼んだら戻ってくるということがとても重要です。ですので、このように犬を待たせて、来いと呼んで呼び戻しの訓練をしています。はい、このようにちゃんと来てくれました。これは犬が動物を恐れないようにするための訓練をしているところです。本当は猿で訓練するのがいいのですが、残念ながら猿は捕まらないため鹿で代用しています。今後の活動予定です。まず、鹿の捕獲につきましては、これからも継続して行っていく予定です。また、モンキードッグにつきましては、犬の育成だけでなく、実際に猿を追い払うところまで持っていきたいと思います。そのためには、ニホンザルのメスを生け捕りにして発信機を装着します。で、その発信機で群れの位置を把握し、もし猿が集落の近くにいたら、モンキードッグを離して猿を追い払う予定となっています。以上で報告を終わりにいたします。